瞬間見え今日は鳥羽市のご紹介ですスタジオには鳥羽市の中村健一郎市長にお越しいただきましたどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさあそしてスタジオにはもう一人スペシャルゲストが鳥羽市出身で東京オリンピックフェンシング金メダリスト山田勝選手です <laughs> ということで市長こちらははい 鳥羽市初のオリンピック選手なんですけれども、山田選手、個人での6位入賞はもちろんですけれども、団体での金メダル、本当に、ををげてて彼お祝いいいしるところでござます本人、なかなか鳥羽には来られないもんですから、ぜひ多くの方に見ていただこうと、こういったパネルを何枚か作りまして、今日出来上がってきたばかりのものでございます。とというこは 今日この見えライブが初めてのお披露目になるんですが、はいはい。さっき荷物二ほどきをしてたのが最初なんです。<laughs> 本当ですか。はい、ありがとうございます。あの当選台なんですよね。はい、185センチ。で<ー>、まあ彼のあのポイントを上げた時のおたけびの表情。はいはい、まあこれを採用させていただきました。ちなみにいろんな表情あったと思うんですけれども、はい、これどうやって選んでたんですか。これはあのフェンシング協会さんからいただいた。 はい、ものなんですけれども、はい、あの普段こう温厚で優しい感じの山田選手が、はいえー、ポイントを上げたときに、はい、うわーっていう、あれが私、夢の中に出てくるんで<ー>、はい、それを使わせていただきました。ということは、えーと、市長がこの写真を選んだっていう。はい、名前かな、ね、なるほどなるほほどど <laughs> え野田さん、ということで、鳥羽市内のいくつかの場所でこの等身大パネルが設置されるということでね、<laughs> <ー>これ、は嬉しいですよね。はい記念撮影したくなりますよね本当そうですよねですから、市長、もうこの等身大パネルと一緒に写真を撮って、はい、あの興奮をまた思い返していただきたいいわけですよねはい、あ鳥羽市内のショッピングセンター、ハローさんであるとか、はい、あとは、えー、どこでしたかね。 鳥羽、えー、駅の改札を出たところにも、えー、近鉄さんに頼んで置かせてもらおうかなと思っておりますちなみにあの中村市長は当時、試合はどんな状況で応援されてたんですか、はい、まあ本来ですと彼の出身の鳥羽高校ので皆さんとパブリックビューイングをする予定だったんですけれどもこの中でそれがかなわれてないということでまあいろんなところに分散をされて皆さんご覧になっていたようです。はい、私は市役所の方、はい、会議室で えー、十数人でスティック、バルーンでこのお風呂に帰って応援をさせていただきまししたた大興奮で,したでしたね、はいはい、それと市長あの東京オリンピック終わって金メダル獲得の報告にも、はいえー、山田選手、来られていたと思うんですけれども、はいはい、その時のことを振り返ってもらえますか、はいあのー、大会前にも来られていたんですけれども、はい、本当に一回り大きくなって帰ってこられたという、はい、大きく彼が見えました。はい でまあメダルも直接触れさせていただきましたはいはいあのかじったりはいたしませんでしたが <laughs> あの重みを感じさせていただきました <laughs> なるほどね、はい、あのかじったりはしていないけどっていう、はい、ブラックチョーク入ったのにちょっと今ドキッとしましたけれどもよ,、はい、よかったです良かったです,たです、はい、あのどんなお話しされていたんですかそうですねあのなんもう大会終わった後テレビにもたくさん出られててですねはい。 バラエティ番組でも引っ張りだこだったので、はいえー、テレビで有名な方とお会いするのはどうかなというような話をお聞かせいただいたんですけれども、はい、まあ彼のこう性格的にはあのテレビのテンポにはついていけないというか、はい、かなわないなみたいなことを言っていたのがどの番組見ても何かこうスムーズに爽やかにお話しされている印象を、ね、すごく受けるんですけれどもまあ本当に。 日本にとって、三重県にとって、そして鳥羽市にとって、明るいニュースとなった、はいですね、山田選手の金メダル獲得ですよね。はい、さあ、そして明るいニュースといえば、新型コロナウイルスワクチンの接種、鳥羽市、かなり進んでいるということで、ちょっと教えてもらえますか、はいえー、今の時点で、1回目の接種を終えられた方が82%、はい 2> えー、2回目を終えた方が80%ということで、はい、もう大体、えー、ワクチン接種を希望する方は、すべて打っていただいた。はい という状況でございます。これですからもう国が目標としていた割合というのは鳥羽市はすでにもう達成しているっていう状況になっているとかなり進んでいます鳥羽市の状況です。そして、えー、濃厚接触者の方への支援に積極的に取り組んでいるということで、はい、こちらもお願いできますか。鳥羽市ではあの陽性となった方にお見舞い金であるとか、はいえー、支援金まあ、そういったものを考えておりましたけれども。はいえー それに加えてですね、えー、濃厚接触者として、えー、普段の生活に支障,ができない支障のないように、はい、食料品であるとか生活用品を、はい、品物を現物でお届けをさせていただくという食料品生活用品の支援という。 この3本立てで今、支援をさせていただいているところでございますですから、濃厚接触者になってしまうと、外に出られなくなる、うんでねで、しかも感染してるんじゃないかっていうような大きな不安を抱えた中で生活しないといけない、そ,はい、そこを救っていこうっていう、はい、取り組みなわけですね大体、どれぐらいの期間分になるんですか、えー、2> 約週週間2週間の品品食料品とかか生活用はは野さんこれはもう助かりますよね <laughs> はい、そうですね本当に本当にこのコロナの状況で自分どうなるんだってやっぱ接触者になってしまった人っていうのは不安抱えてるでしょうからね,そう,ね、はい、そうしたところをこう行政が救っていこうという取り組みご紹介いただきましたさあそして続いて自然災害についてですけれども鳥羽市では8月に記録的な大雨が降って土砂崩れも発生するという状況がありました、えー、こちらも大変でしたね、はい、あの8月17日の未明ですけれども、えー、南鳥羽の方で えー、時間雨量140ミリというもう本当に想像でするような雨が明け方に降りましたその影響で、えー、パールロードの何か所かで土砂崩れ等が起こりましたし市立の海の博物館でも、はいえー、館内が浸水するということがありまして、まあ、写真の池がですね 排水が追いつかずに館内に流れ込んだという状況です。これ海の博物館では過去こんなことなかなかなかったらしいですね。初めてでございます。ねえ、はい、ご覧のように浸水したその状況を復旧作業を進めているというところでした。はい、そしてパールロード、はいえー、こちらも土砂崩れで一時通行止めということになりました。はい、あの現在ですけれどもこれどういう状況になってるんですか。はい、あの海の博物館は数日で復旧いたしましたし、はい、あの道路の方も、えー、今は 一部片側通行のところは残っておりますけれども。はい、全然安心してお通りいただけますので。はい、はい。あの、これからどんどん来ていただければと思っております。これはですから、復旧作業後の、えー、今現在のこれ状況、はい。片側通行は可能になったところでございます。ということになっているわけですね。はい、あの、この復旧作業については。 中村市長ご自身も参加したと私聞いたんですけれども、はい、まあこの道路の復旧ではないんですけれども、えー、えー、ええー、え地区というところでですね、はい、あのトバイチさんと山川豊さんの出身の、はい、漁村ですけれども、はい、あの5軒ほどあの住宅に被害がありまして、はい、そのうちの2カ所に、えー、ボランティアが二十数人。 けけけつけて土砂の撤去をしたんですけれどもこの赤い服を着てらっしゃるのが、はいはい、あのカメラ目線で映ってるのが私でございまして本来激励の意味で駆けつけて行ったわけなんですけれども、はい、私もちょっと帰れなくなって、はい、一緒にお手伝いをさせていただいたところでございます。はあはあ というこの当時の状況をご覧いただいています。まあでも道路も復旧して、あと市長緊急事態宣言も解除になって、はい、まあこれから徐々にトバにもいろんな人来てほしいなっていう状況になってきますよね。そしてまあ、そうした中でトバといえばやはり海の幸、秋から冬にかけて旬を迎えるのが灯師島のトロサワラということになります。改めてご紹介いただきますでしょうか。はい えー、秋から冬にかけて、えー、旬を迎える、はいえー、油の非常に乗ったトロのようにおいしいサワラが食べられるというのが糖師島トロサワラでございまして網ではなくって、はい、一本釣りで、えー、取ったものだけそして、うんえー、丁寧に扱われてですね、はい、あと油の方も、えー、フィッシュアナライザーという脂肪分を測る機械があってですねほうほうそれで10%以上のものだけを えー、東志島とろさわらというタグをつけて販売されるものでございますねえですからもう脂が海苔に乗ったお魚、はい、ということになるわけですけれども、ねはい、野良さんとろさわらご存知ですか、はい あ、あのー、私ちょっと存じ上げなかったんですが、先ほど調べてめちゃくちゃ美味しそうで <laughs>、滝だからもあのお刺身も好きなんですけど、もう食べたいです、はい、ねえ。ちなみに市長はよく召し上がっているんですか？はい、あのー、特に中心にはお刺身で、そして炙りで。はい、はい。今日はあのー？ 10月1日がとろさわらの解禁の日だったんですけれども天候の都合で今日が東シジで記者会見をしてきたんですけれども新しい食べ方としては煮つけもおいしいよということを地元の人にお聞ききをしてたところでございますお刺身だけじゃなくて炙りだけじゃなくて煮つけだってうまいんだよ、東とろさわらラいうことなんですって野田さん。 そう、もう映像だけでもお腹空いてきます。いや本当ですね。このお刺身見てもこうやっぱツヤがすごくてねえ、えー、あ、そしてこれは焼きですか。うん、そうですね。ああ、美味しそうですね。さらに今、ねえご紹介いただいた煮付けもいいですよということで、あのブランドトバブランドとしてのこう知名度上がってきてるんですか。はい、どうですか。あの四年目になるんですけれども、はい、あの徐々に。えー 魚価も上がってますし、はい、これに取り組む漁師さんの数も増えてますし、<ー>この商品を扱う飲食店の数も増えております。あそうですか。はい、これですから県外の皆さんも東島、うん、ト,トロサワラって美味しいらしいよっていろんな話聞いて来るっていうこともきっとあるでしょうね。うねはいはい、よくあのお会いする方がですね、えー、今年のトロサワラいつからだとか、えー、まだなのかっていうのを。 あのお会いした時の挨拶代わりによく聞かれるようになりましたので、はいえー、地元としてはとても嬉しい、はいえー、状況ですですからもう相当今も知名度上がっているという、うん、東内島とろさわらのお話伺いましたそして続いてはお出かけが楽しくなるようなアートの話題ということなんですけれどもこれはどういった話なんでしょうか、はいえー、鳥羽ではですね、はいえー、鳥羽海アートプロジェクトっていう、えー、アートに関する えー、プロジェクトを5年前から立ち上げてやっておりまして、はい、まあ今年、あのー、その一環で明和町のイラストレーターの、はいえー、辻美穂さんに鳥羽、えー、に関するこの絵本を作っていただきました。えー、お出かけとば、はいはい、ですのです、えー、鳥がですね、はいえー、上空を飛びながら鳥羽<お>、えー、をいろいろ回っていくというストーリーになっておりまして、まあ、こちら、えー、水族館を回ったりとかですね おお。あ、そうかそうか。だから実際のトマのこう風景とかを描いてるっていうことですか。あなるほどなるほど。こちらあの大札の石上さんですね。いい。そしてえっと。あ、そうかそうか。龍描かれてますもんね。こちら市民の森のガリバーですね。はい。あ子供たちの人気のスポットになっております。そうですね。 えー、実際のその公演の、えー、映像もご覧いただいているわけですがあのガリバーは一時期こうマスクをしていたそうですねはいあのコロナの期間中は、はいえー、マスク大きなマスクをつけてあ今写真が出ておりますけどもお<ー>、はい、もう今はあ外しておりますあそうなんですねガリバーもしっかりとこう感染対策もしていたというそしてこうしたトバのいろんな風景を絵本にして描いたと。 ということになるわけで実際にこうした絵本を見て、うん、あここ行きたいなというような話をして、はい、そして、えー、その場所に行くというのもい,いですね,ですね、はい、あのこのコロナ禍で、えー、オンラインの観光というのが言われておりましたけれども、はいまあ、この絵本を通じて、うんえー、旅行した気分になってコロナ禍が,が明けたら、はい、現実に飛ば、えー、へお越しになって見ていただく。うん えー、絵本のようになぞって歩いていただくというのが私たちの望むところでございますそしてあのこの絵本に関する企画展があるんですか、はい、あの10月22日から海の博物館、うんはい、でその後は、えー、鳥羽市立図書館の方でも、はい、この原画展を行っていきます原画展と、はい、いうことなんですね、はい、ご覧の日程の、はい、です来ていただけますと、うん、まあこういう、えー、ガーランドというんですかね。うん、この ちょっとした手作りおもちゃをい,、ね、いただけますので、はいえー、皆さんお越しいただければと思います。そうですね。ご覧の日程となります。10月22日から11月21日、海の博物館。そして11月23日から12月27日、鳥羽市立図書館で原画展の開催ということです。ここまで鳥羽市の中村金一郎市長にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。コマーシャルの後は、鳥羽の日、鳥羽の月のイベントについてご紹介します。 僕たちの未来に生み出していくんだ瞬間見え今日は飛ばしの話題をお届けしています後半はイベントの話題ですスタジオには飛ばの日飛ばの月実行委員会から山崎正文さんと山本義久さんにお越しいただきましたどうぞよろしくお願いいたします<願>よろしくお願いいたしますさて山崎さん、はい、まずこの飛ばの日飛ばの月というのはこれどういうイベントなんですかはい 2013年に鳥羽青年会議所がですね108が「鳥羽」と読めることから10月8日を鳥羽の日として地域を盛り上げるために取り組みを始めました去年からですね鳥羽商工会議所に事務局を移しまして10月を鳥羽の月として1か月間イベントを開催しておりますですからこの10月今月1か月間 いいいろんんなものが詰まったイベントととうことですね山本さんはい、そうですね、えー、10月ということで、<お>このオクトーバーと、はい、ディープなとば、奥の方のとばというところをかけまして、オクトバというイベント名にさせていただきましたイベント名は、オクトバということで、はいえー、それではイベントについて詳しくお話を伺う前に、まずはこちらをご覧ください。 濃い映像を流れれたわけけですけれども、はい、山崎さん、はい、え最後にパンフレットの話出てましたけれども、はい、ちょっとご紹介もらえますか、ねはい、今日はこちらにご用意させていただきました、はい、表紙は6種類ございましてイベントカレンダーに始まり、えー、と10月のイベントの詳細それから10月8日の鳥羽の日の紹介、はいはい、そして裏表紙には、えー、とスタンプラリーがついておりまして<お>、あのー、宿泊券とか。 海産物が当たるかもしれない。<ー>はい、スタンプラリーの台紙がついております。え、これですから6種類あって中身は同じなんですか？はい、そうですで、いろんなデザインのパンフレットを作って盛り上げていこうということですね。はい、ううすあの、いろんなイベントをやられているということで、改めてちょっとどんなものかっていうのもご紹介いただけますか？あ はいえー、とおすすめのイベントということで、はい、えと毎週土曜日、えー、5週連続花火を打ち上げさせていただきますお<ー>、はい、それからあの31日、日曜日も特別にです、ね、花火を打ち上げさせていただきます<ー>あの5分間というわずかな時間なんですけども、はい、その分凝縮されていて、はい、あの迫力満点となっております毎週土曜日ですからこれですから映像は もう今月、はいえー、先日二日土曜日の<あ>はい花火でございます。なるほどなるほど。結構五分間の間でもこれ盛大にやるんですね。ええ、はい、あ今ご覧いただいているお子はこれクライマックスにこう入っていくような様子かな。うん ということでこれが毎週土曜日に5週続けて打ち上げ、はい、さらに31日、日曜日はスペシャル花火を予定しているということでしたさらに今年新たにスタートしたものもあるということでこちらも伺いましょう、はいえー、三重県初上陸になります。はい 車に乗ったまま楽しむ新しいホラー体験<お>その名もドライブイブンお化け屋敷です。はい廃屋に置いてある車に乗り込むところからスタートしまして、はいはい、キャストとの接触がなくコロナ禍でも安心してお楽しみいただけるイベントとなっておりますはい毎週土曜日曜日、はいえー、13時から16時までやっております、はい ええー、そうです。十三時から十八時でですか。十八、はい時,ね、時までということで。はいはい、料金一台六千円、最大四名様って書かれてますけれども、え山本さん、これ、ちょ、どういう内容なんですか。これですね。あの、一応トバのオリジナルのストーリーなんですね。ええ、ちょっと、あの、詳しく言っちゃうと、ちょっと、あの、ネタバレになっちゃいますけど。やっぱり、あの、この、コロナ禍が、で、なんとか、こう、楽しいことを、こう。 みんながこう楽しいことできないかなというところで始まったんですね。なん、はい、で,でこうキャストとお客さんはこの車の中というところで触れ合わないということなので接触はないのでそこの辺はあの安心してご利用いただけるかなというふうに思います。<ー>はい。えっとだから車の中っていうのはあの場所に入ってそしてそ,そこに車が用意されていて、はい。 でそこに入っていくってていうよう、はいくうう、ね、廃墟の中に、車が2台、われわれが用意させていただいた車が2台、はい、2> あ,のありますので、はい、そこに乗っていただきますんであので、免許もいりませんし、自分の車も必要ないということになります、はい、今、ね、短めでしたけれども、映像が流れたわけですけれども、はい、えと山本さん、これ、じゃどれぐらい怖いんやっていうところだと思うんですよあのなかなかね、口ではこう表せられない、僕自身も経験はしたんですけど。はい もう正直もう二度と乗りたくないですね<お>自分で披露なんですけどめちゃくちゃ怖いですあの実際も昨日と一昨日と2回二日間開催させていただいたんですけど、はい、もうあの本当に女の子も泣き叫んでましたし腰抜かす方もいらっしゃったんで、えー、はいそれなりの皆さんあのそれなりの覚悟で履いていただくことをお勧めします僕も汗だくでした本当に。 喋ってる時イキイキされてますよね仕掛けてる側やからそう,そうですねそうなんです <laughs> もうだからもうみんな怖がってほしいですみんな <laughs> でももう野田さんすでに腰を抜かして泣いちゃった方までいらっしゃるという、はい、このお化け屋敷ですけれどもどうでしょうか、はい <laughs> いやもう映像でさっき見てただけでもうめちゃめちゃ怖くてしかもなんか普通のお化け屋敷と違ってこう車の中にいるからなんか密室で逃げ場がないみたいな感じがもう想像しただけで怖いです確かにね <laughs> そうですよね僕も話聞く限りはもう行きたくないかなって感じなんですけどぜひぜひれませいやいやそのこじむかすって言われたらねえそうか廃墟って話っていうのはその実際の廃墟なんですかですあの場所は,はいあのおはい元のお土産 屋さんの廃墟があってですね、十年ぐらいちょっとまあそのままになっていたところなんで、まあ何とか利用いい形で利用ができないかなというふうに考えてたところでこういうイベントの形も考えられたということですね。なるほどね。はい、山崎さんからもぜひいやこういうところすごいんだよっていうの申し合ったら。そうですね。もう本当にあのご自身の目であのお確かめいただきたいと思っております。まああまり多くは語りません。山崎さんも <laughs>、はい、えっと体験されたんですか。はい。 もうしがみついてました <laughs> 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 思い返して目が点になるという仕掛け側ですそうですか。すか<あ>相当期待していいということですね、はい、さて、えー、山崎山本さん他にもおすすめのイベントがあるということでお願いできますか はい、えー、まずは、えー、10月9日10日もこの週末になりますが、トバ、はいえー、クラフト店これもあの長いことやらせていただいています。えー、今年今年で20周年になります。はい、ぜひともよろしくお願いします。うん、それからですね、10月24日トバでクライミングイン城山公園ということで、これもあの今年初めての企画になりますが、はい、お、えーはい、大,大人の方から小さい子供の方まで。うん 簡単に気軽に参加していただくようなイベントとなっております、ね、気持ちいさそうですねそれから10月の8日になります戸場の日ですね市内外のお店施設がお得な商品やサービスを一斉にこの日戸場の日に 提供今ご紹介いただいてご覧いただいた内容もこのパンフレットの中に詰まっているとそう、ね、いうことになるわけですね。はいうことになるわけですね。では山本さん、イベントに向けて、えー、視聴者の皆さんにメッセージいただけますか。はい、えー、もう本当に長い間ちょっと大変な時期もお続きましたが、えー、ようやく解除ということになったんですが、まあ、一斉にはなかなか、えー、動き出しづらいとは思いますが、うんえー、まあ 長い間私たちもずっと下を向いて、えー、待っていたわけではなく、はい、ずっと我々ははい、えー、戸場市の人たちは上を向いてそのこの会場を待っておりましたなんとか、えー、非常に楽しめるようなものになっておると思いますのでぜひとも10月は戸場へお越しくださいよろしくお願いしますはい。では山崎さんからもお願いしますはい、えー。実行委員会では、えー、感染防止対策を徹底して、えー、ご用意しております えー、お越しになる皆さんにもできる限りの感染対策を取っていただき、えー、お越しいただければ幸いですあいことばおくとば10月のとばを、えー、ぜひご期待くださいはいありがとうございますとば、えー、の日とばの月の話題をお届けしましたスタジオには実行委員会のお二人にお越しいただきましたお二人ともありがとうございましたありがとうございました次回の瞬間見栄は10月6日水曜日島市を紹介します 以上、瞬間見えでした。